さて、じゃあ、これで私は失礼します。すいません、面接官さん、待ってください。面接担当の、面接官どうも、民間です。先生じゃ、係長です。人事部の係長です。係長さん、一人だけじゃダメなんですか。ずっと一芸で来たんですか。それも？あの、ゲフ？一生一芸で行くつもりですか。じゃあどんな人生？私はハマりました。私にハマりました。一応です。最後か。弊社は採用するために本日面接をさせていただきました。就職試験や就職面接の採用しようと思って開いております。あなた方はひょっとして、落第を恐れてるのなんですか？落第や仲間外れを恐れて、一義を磨き、そのまま就職しようとなさったんですか？あなた方が目指している社会っていうところは、そうかもしれませんが、その中に会社っていうものを私たちが作っています。カンパニーと言います。カンパニーになっていただけるかと、こちらはこちらで必死で魚を探さないと他のカンパニーに負けるということです。